皆さんこんにちは、ゆうりです。はい、それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、今日はですね、サラーズ祝いおめでとうスペシャルセールということで、こちらやっていきたいと思います。スペシャルセールやっていきたいと思います。嫁記念ね、嫁記念。そしてね、これを思いついたのはね、昨日私観戦行ったじゃないですか。暑かった、めちゃくちゃ暑かった。もうね、秋物で行ったけどね、もう そんな秋物じゃいられないぐらいめちゃくちゃ暑かったんですよ。そして周りを見回した、そしたらみんな夏物だったもう半袖半パンの人とかめちゃくちゃいて、まだみんな夏物なんですねって思って、私はなんか秋物ゴリ押ししてるけど、なんかみんなまだ夏物なんですねって思ったので夏物ちょっと集めました。はい、最後にあるやつ、残ってるやつ集めたので、もう今日はこれを、もう 50% 以下、 80% 最大 80% とか 90% とか 90% オフとかのものもあるじゃないですか。多分9000円は1000円とかだったらね、 90% オフとかになりますよね。はい、とかで販売していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧になってください。そしてですね、これをね、スペシャルセールで最後、やるということは、リサイクルの、ものを出されている方はですね、これでも売れなかったら一応お返しします。はい、10月の生産の時に、10月と11月になっても、なんでかって言ったら冬物を送ってきてらっしゃる方がいるので、冬物とかがある方はもう11月の生産になると思います。で、夏物の方は、ちょっと順次10月から生産していくんですけど、はい、その時にもう、お返しするような形になります。でね、ここでちょっとごめん、前置きが今日長くなってごめんだけど、ちょっとこれ一個皆さんに立ち返ってほしいんですよ。実際、リサイクルのもの今2ヶ月近く販売してきてるんですけど、やっぱりね、ご自身も出されて、そしてリサイクルのものとか新品とかに関わらず、ご自身がいいなって思われてる、いいなって思うものは買われるっていう方のお洋服は実際めちゃくちゃ売れてます。はい、だから生産してお返しする服がないぐらい完売したりしてるんですね。だけどやっぱり例えば何ていうんです、リサイクル出したけど自分は全然買わないとか、そう、自分は新品しか買ってないっていう方のやつは結構残ってたりするんですよ。なのでこれちょっと皆さんに一番最初に立ち返ってほしくて、はいはいはい、で基本的には買ったお洋服をこう循環して、で、いいなって思う人がいたらまた買ってもらうっていうのはを輪の中に入ってほしいんですね、皆さんが。はい、なので自分が出したけどなんか買わないとかではなくて、出してもらって他の方のも見ていいのがあったらユーズド新品買ってもらうっていうような形の中にでやっていきたいので、はい、でもうなんて言うんです、そういう方ばっかりになると、で言ったら なんて言うんですかねすごい言葉悪いけどちょっと悪いけど、ちょっとめちゃくちゃこれ言うのあれだけど言うよ、もう自分買ってない人ばっかりになると続けられなくなるんですね、このシステム自体が。だってユーズドのものばっかりが残ってお返しするような形になるから気分悪いじゃないですか。私も気分悪いし、なのでできれば全部員の方に完売して、あ、もうこれ完売しましたよって言って、安くてもやっぱり完売して全員の方に、お洋服をお返しするっていうことがないような形でやっていきたいので、ぜひ皆さんここはですね、お値段特に今日はすごくお安くしますので、はい、ユーズドのものでもいいなって思うものがあれば、はい、お買い上げいただくことを無理にじゃないけどいいなって思ったものがあればね、はい、このシステムの継続のためにもぜひお願いしたいなと思います。ということで今日はやっていきたいと思います。はい、でこれはですね、こちらの下は私のユーズドのスカートです。はい、これはサイズが、67から70ぐらい伸びませんので、あと S の人でも腰巻きにしたら着れます、はい
でこれは9000円をこれはもうユーズドなので1110円にします。1110円にします。はい。で、こちら上は、これ何だ、これゴブラン織りのねスカートのこれね一番最初の始まりぐらいはこんな感じだったんですよ。はい、これゴブラン織りのスカート、はい、ゴブラン織りのちょっとこういうデコボコあるゴブラン織りのスカート、はい、S から M ですね。 S から M を、こちらは9100円。はい、でこちら、カットソーですね。こちらは新品です。新品タグ付き、はい、新品タグ付き、はい、を、こちらは、こちら8000ですね。8000円をこちらは2000円、もうすごい安くなってるから8000円にします。はい、8000円にします。はい、でこちら次でもうちょっと着ないね、点数多いから。はい、こちら、はい、リボン付きブラウス、こちらも私のユーズドです。私のユーズドです。こちらも、8000円を、これも1110円。もう私のやつはもうめちゃくちゃ安くするから1110円でいいです。はい、1110円にします。はい、でこちら、はい、こちらバリ島の、はい、チュニックですね。バリ島のチュニックですね。はい、これ下にスキニーパンツとか履いたらいいと思います。これバリ島のチュニック、これもリサイクル品です。これ7000円を、これは2220円。上の合わせてるカーディガンですね。はい、これもイタリアもののカーディですけど、これは12800円ですよ。元ね12800円。これも3330円。これもめちゃくちゃ安くしますので、3330円になりますので、こちらも、はい、お願いします。そしてこちらですね。はい、こちら、これもバリ島のチュニック、これは新品です。で中は、V ネックのタンクトップ、これも新品です。これはこんな感じのデザインなので、ね、こうやって2枚で着ても可愛いと思います。はい、バリ島のチュニックで、バリ島のチュニック、これ新品なんですけど、タグついてません。海外の商品はタグついてないことが多いのでご了承ください。こちらは、もういいや、これセットにしよう。はい、タンクトップとこの、これね可愛いから、このタンクトップとこれ可愛いのでセットにします。セットにして、バリ島のチュニック、いくら、バリ島のチュニック、これもともと7000円を、こちらも2220円にします。でこちらレースカーデ、こちら新品タグ付き、これ7000円を、こちらも3000円にします。レースカーデ7000円ですね。こちら両方ともサイズは M から LL ですね。はい、M から LL で、はい、M から LL になっておりますのでお願いします。はい、でこちらですね。はい、こちらですね、レース切り替えスカート、これは S から L ぐらいですね。 S から L ですね。レース切り替えスカート S から L で、こちらがですね、こちらは、リサイクルの商品なので、こちら9000円、2220円にします。はい、2220円。はい、そしてですね、こちらワンピース、はい、ワンピース、これかわいいでしょ。これも私結構お気に入りできたよ。このワンピース、これも私の予想なんで、これ9000円を2220円にします。ここだけちょっとだけ潰れてるけど、ほとんど来たらわからない。2220円にします。はい、それではですね、これはね、ごめん、 S から M です。これも S から M、 これちょっと大きい以上入らないです。 S から M です。はい、じゃあ大きい人は何買えばいいんやいっていう人、はい、ちょっと待ってて。はい、これは入るよ。はい、これは L ですね。
これは LL です。これは LL です。これは LL です。これは9000円を、これはうちの上顧客さんのリサイクル。はい。9000円を上顧客さんのリサイクル。これ1110円でいい。1110円でいいです。もうその人は、そう、この人とかもめっちゃいい人なのよ、みんな。もうくれたから。もうゆりさんも、これね、福袋に入ってた商品だから、もうお金いらないから再販してあげてって言って、そういう人には絶対ね、運もお金も巡ってきますからね、皆さん。だから、そういう風に言ってくれたら私もさ、9000円だけど、もういい1110円でいいですよってできるじゃん。そういうこと。そういうことですよ。それ以外の人はさ、さすがにさ、やっぱさ、2000円以上で売ってあげたいなって思いながら悩みながらやってるので、はい、よろしくお願いします。はい、これ1110円でいい、1110円でいい。はい、そしてこちら。で、こちらバリ島のワンピースですね。バリ島のワンピース、バリ島のワンピース。はい。はい、こちらですね、こちら9000円、こちら9000円を2220円、2220円、これもリサイクルです、これリサイクルです、2220円、これはね、LL とか 3L の人まで着れますよ、はい、3L の人まで着れますよ、ちょっと大きくなるので、はい、でこちら 3L の人はこれめっちゃいい、これも私の再販です、私の譲渡です、これはもうこれなので、これも8000円だったな。8000円。これも1110円です。1110円です。1110円です。今日めっちゃ安いでしょ、みんな。めっちゃ安いでしょ。なので、もうこれ最後の最後なんでね。はい。めっちゃ安いので。はい。で、こちらですね。こちらは新品タグ付きスカート。これ M から L。M から L。LL。LL ですね。M から LL。M から LL。これは、9000円を3000円、9000円にします、9000円、はい、これ全然これと一緒だったら 秋冬秋口でも着れますで、秋っぽい感じでも着れる、夏物だけど、はい、そしてこちら、はい、サルエルパンツ、これ私のユーズドです、これは、昨日も着てた、暑かった、もう3番でもいいぐらい昨日暑かった、これサルエルパンツ9000円を、これは2220円にします、はい、そしてですね、はい、こちら、はい、これも夏物のワンピースですね、夏物のワンピース、はい、こちらは 3L の人まで着れます、 3L の人まで着れますね、これも9000円を、これも9000円を、これ2220円で、はい、2220円で、はい、そしてこちらですね、はい、こちらですね、タンクトップ、これ S ですね、S ですね、これ1110円です、タンクトップ1110円、これ S です、サイズ S、黒。はい、そしてですね、最後こちらです。はい、こちら、これ新品タグ付き、花柄切り替えカットソー。はい、これは、7000円にします。で、あと2点。あと2点です。これ、バリ島のパンツ。これ、バリ島の、これ、すごいデザイン変わってるよ。こっちとこっちが。あれが、色が違います。はい。うん、めちゃくちゃ変わってるので。これも、私のユーズドなので、これも9000円を1110円にします。はい、で、これ、ラスト。はい、で、こちらですね。これ、バンコクの、これ、ブラウス白ですね。このブラウス白も、ブラス、バンコクのブラス白、これも1110円にします。もう最後なんで、この形、白だし。1110円にします。ということでですね、はい、皆さん、これ、バババってやってったけど、
文字つけれなかったらもうこのままアップする。そうそう。一応文字はつけようと思う。そしてですね、今回夏物なので、1点だけお買い上げの方はこちらのレターパックで送料1000円なんですけど、だから、商品代に送料1000円ね、プラスしてもらって、で、何？あれです。送料1000円してもらうんだけど、もし1枚だけの人はこのレターパックでどっちかで送らせてもらいます。で、その代わりですね、すごいまとまって、送料が1000円以上になった人も、それはうちの方で追加もらわずに送ってますので、はい、まとめて買ってくれたらお得だし、あと遠方の北海道とか九州の人は、はい、それだけでも送料高くなるので、ね、お得だと思いますので、はい、もし遠方の方から見られてたらめちゃくちゃお得なので、まとめて頼んでいただけたらなと思います。ということでですね、今日は猿初料理おめでとう記念セールでした。はい、ということで、次は、そう、ずっと思ってた言いたいことが言えたからよかった。次はですね、猿初の演技解説ですね。猿初の演技解説やっていきたいと思います。猿初の演技解説やっていく。そして、カナダイのね、はい、マスクの演技解説もやっていく。そして、あれですよ。その後に、その後になるかちょっと前後するかわかんないけど、秋物新作もまた、はい、入荷し次第、はい、秋物新作もやっていこうと思いますので、そうそう、これ言うの忘れてた。今日の買い物はさすがにめちゃくちゃ安いので、ファストパスのご使用だけはお控えください。ファストパスすごいね、もうかなりな、30%オフぐらいの金額で売ってるのでね。はい、ということでですね、今回はちょっとぜひですね、かなり夏物最終セールになってますので、かなりお安くなってますので、はい、皆さん、ぜひどしどしご応募お待ちしておりますので、ということで。